苦しくなる。そうな時と投げた愛でも心の奥底を内側に溢れ惚れるように、喜びを歌おう。俺の前でなんて、楽しみで一睡もできなかったんよ、こいつも。それでさ、今日来たらみんなめっちゃ後輩うまくてかっこよくてマジで刺激受けました。ほんで同じ事務所のハンプバックから熱いバトンもらって負けてられませんね。スプリングアップ学祭ぶち上げに来たぜ。マジで暑いぜ。今日初めてスプリングアップに来てくれた人ありがとね。なんか
なんとなく僕も入ったサークル、もう1年ちょっと経つかな。まあ普通に楽しくて後悔はないですね。はい、そんな感じで先にしといて、ちょっと春カメラでいっちゃ熱い曲やるんで、ちょっと脱ぎますね。いけ春カメラで一番熱い曲、ウルトラマリン。4人はあの三田キャンパスで出会いまして、もう仲が良くてですね、俺たち4人の歌を歌っていいですかね。俺たち4人の歌、クアトロユース。俺が気なんか特に付けないんだけどさ、心配性ないずっとあと2年も経った、誰も出て甘すぎるあいつと生意気で引っ越したの俺の素でオールフェンス。年をくれたアンクルテンのグラウンド、俺の肩に持たれて立ってきた人間じゃ一瞬顔を歪ませる。
詰め込んで窒息させてやる。今回僕たちのテーマは永遠の花ということで、枯れない花をオルフェさんは大切にしてくれるかと思い、ハーバリウムとかのコレクションあるんで飾っときます。バリ乙女やった、よかったな。ラスト1曲でめっちゃ寂しいんで、もう1曲やっていいですか。ファイトと1曲歌って帰ります。本当にありがとうございました。特別な日になりました。はるかがいでした。ありがとうございました。あの音楽が
きっと僕ら、あ、そうだ、誰が評価してくれるわけでもないな、変わらないのが何より怖くて、変わってたいのな僕ら、変わってたいかな。家族、それが特別になる、そう思った日でした。今日は本当に特別な日、最高の日、ありがとうございました。八王子ザ・ナイスアポロ、はるか未来でした。サンキュー！